お休みやめた。この間さ、私たちこの間までカンノヤに住んでたんだけど、もう1年経っちゃったね。うん、もう1年以上だよ。青島の1年半近いよ。じゃない方の半島の陸のことをカノヤ市にいました。そこでアメタ食堂っていうセレクトリサイクルショップと、あとカフェもやってたんだよね。うん、そう。うん、その時に友達になった八谷くんから電話があって、うん、何の電話だったの？モノフォリオのライブ。ああ、私のバンドなんですけど、ライブの話。ありがとうございます。八谷くん元気？八谷くんのお店はこの道？うん、この道はお父さんの店ね。お父さんとか。あ、もう譲ったのか。うん。そう。八谷くんの店だね。八谷くんと初めて会ったのって、どっかで声かけられたんだよね。で、その後に、うん、あの北田にカフェが引っ越した時に、うん、公民会長さんのお父さんが訪ねてきてくれて、町内会長、町内会長さんだったんだ、うん、いい人でね、お父さんね、うん、あのお父さんのファン多いんだよね。そうだね、うん、なんかね、いろ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 なね、うん、サッカーとかプロフィールとかね、そう、かっこいいんだよね、うん、でもなんかキャラがね、うん、ファン多いだろうなっていう、ちょっと流しも入ってるよ。あんまりいないキャラだな、あの人、うん、その息子の八谷君が、うん、そのお父様たちがやってたお店をリニューアルして、彼が継ぐってことで、うん、で、リニューアルするときに私たち店舗デザインとかに関わったんだよね。ロゴマークとかね。この写真の日付見てたら、ちょうど1年、2年前、うん、ちょうど2年前だね。2015年の9月10日オープンした頃でしょ、多分。オープン前だね。オープンしてないのか、これ、うん、する前だと思う、これ鼻が来てるよ、うん、あ、来てるか、うん、オープンした、うん、これ私たちの仕事って、まあ、私たち考えただけで。そうだね、あのここをこう色塗ったらとか、この色にしたらとか、施工とかは彼が頑張って、うん、屋根を外したらとか、ね、この外資の電線を見えるようにしたらとか、そういうアドバイスをしたんだよね、うん、この青色は良かったね、うんうん、思った通りの色が出て、うん、そうそうそう、こういう時になんか本当にあーって思うよね、うん、っていうぐらい こんな広い面積でいい色を出すのっていうのは難しいんだよね、うんうん、そうよかったね。このこの玄関の扉も、うん、そう、チャリンをと、うん、宮崎まで探しに行ったんだよね、八谷くんが探しに行って、うん、そしてこの取っ手も考えて、そうそうそう、そしてこの革を縫ってますけど、これもチャリーモが作りました。そう編み DIY アメタラボでチャリーモも革細工もやってほしいな。そうだね。で、看板を作ってデザインして、これチャリーモ作ですね。この看板作るまでは俺がなんか現場に行って、ああだこうだああだこうだ口出しする、うん、口うるさいやつと思われてたんだけど、うんうん、この看板を半日ぐらいで作ったら、うんうん、大工さんの見る目が変わって、あるよね、そういう瞬間。これは最初フラッグ、木にフラッグだけど、本当はのれんで下げるつもりだったんだよね。そうね、なんでやめたんだっけ、これのれん。なんか実際にやってみたら合わなかったのか、長かったのか、うん、そうだね、うん、なんかトゥーマッチな感じだったんだよね。そうだね、入り口側の扉だけで十分顔になったんだ、うん、そう、なんか入り口が本当にあの元々の建物の瓦の勾配と、うん、このチャリエモたちが買ってきた、うん、あの扉ね、扉ですね、蔵戸だったんだよ、いい感じになって、うん、富山県かどっか。でこの道はもともとお父様とお母様がやってた、あの美味しいランチが食べれるお店で、鹿屋市の高台にある市民文化ホールとか、そうそう、中央公民館の前にあるところです。ランチ食べに行ってください、うん、
で、おすすめはマゲアパランチ、うん、そうだね、限定のね、ハンバーグとかいろいろ入ってて、うん、マゲワッパで出てくるんで。どこのマゲワッパ？あれはね、人吉熊本。そうそうそう、メニューっていうか、そのマゲワッパとかのそのスタイリングとか、うん、そういうののアドバイスは私がしたんだよね、うん、そう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 、ね、あれを入れるといいとかね。そうそう、葉っぱをね、ただ単に八谷くんの耳元で支えたことを八谷くんがすぐ実行するんだよね彼は本当実行力の人だよね、うん、そうだね、うん、素晴らしい、そのなんか行動力が、ね、してなんかおばさんが昔やってた歯医者さんやってた瀬口ビルっていうところを、うんうん、瀬口歯科だったのところを瀬口ビルっていうところで、うん、またなんか面白いことやってるもんね。ずっと空き家になってて、うん、ご主人おじさんが亡くなってね、うんうん、でそのビルをいつか再利用したいんですよってずっと言い続けてたよね。そう、ずっと言い続けてたのが、ハメたもなんかやりませんかって言ってました。そうそうそう、ずっと言い続けてたのがちゃんと有言実行で結実させたんだよね、うん、森のお屋敷カフェアメタで使ってたハリウッド看板 の、うん、あのカフェっていう字が瀬口ビルに行ってます、うん、そうだね、うん、僕が切り抜いただったね。チャリーモが嫌がるの私が無理やり納期に合わすようにやらせて、うん、本当になんかいつもギリギリだったよね、うん、でもお尻を叩かないと間に合わないみたいな。爪の赤でも煎じてあの時の俺に飲ませてやりたいけど、いやいや、チャリーモはやること多かったんだよね、うん、やること多くてチャリーモはチャリーモなりに一生懸命やってましたよ。ただなんか私みたいなペースメーカーがいないと、うん、で、八谷くんの話に戻りましょう。うん、そう、瀬口ビルで瀬口市場ってイベントを近々やるんだけど、うん、瀬口市場っていうなんかイベントの変わったイベントの名前なんですよ、うん、なんかみんな勘違いするけどイベント名が瀬口市場、イベント市場でなんか1月に1回目があったら、うん、すごい大評判だったらしい。あ、そう、なんかすごいスタイリッシュだった。まあ、あ、そう、それで一つ言っときます、うん、ハチヤくんはイケメンです。あ、そうだね、そうそう、うん、これは私がアメアメっていうイベントをハチヤくんのとこでやった時のハチヤくんの、わかんない、わかんないか、これじゃイケメン具合がまあ、あの見に行っていただけたら、うん、そう、イベントいつだろうね、なんかイベント近々あるらしい、鹿屋市瀬口市場で10月か9月かにあったと思うよ、うんうん、またなんかあの楽しそうなことを やるみたいなので、彼自身がね、うん、ミュージシャンでボーカリストだ、うん、歌うたんだよね、うん、すごいセクシーな、うん、歌うので彼の歌もぜひ聴いてほしいな、うん、そうですね、うん、あの彼にいつも言ってるんだけど八谷くんに、うん、あの真っ白なあのリチャード・クレーダーマンみたいな白いスーツを着て、うん、モーニングみたいなやつで、白いグランドピアノを弾きながら弾き語りしてほしい、うんうん、白いエナメルの靴、そうそうそう、注文を出してるんだけど、まあそういうのが似合いそうな、うん、そうだね、うん、見てみたい。多分ね、いつかやるよ。やってほしい。やってくれるよ、聖火さんのために。本当にやってくれるよ。ていうか、もう私がそれやりたいやりたいのか、私がそういうライブでやりたいそれおかしい。いやいやいや、見るけどさ私のイベントの中でやりたいわ。私がやりたいっていう、変わっちゃったやつというわけで、ハチヤ、またまた遊んでください。遊んでください。電話ちょうだいね。電話ちょうだい、LINE 本ちょうだい、うん、じゃあ皆さんまたね。はい、またね。